亡き信長様の世継ぎは信長様の孫の三法師様か信長様の三男信孝様か。明智討伐の功を鑑みれば秀吉様の推す三法師様が妥当かと。まあ柴田殿、この話はまた後ほど。おいつ様、猿について行かれぬのですか。秀吉は光秀を山崎の地で滅ぼし、結果秀吉は織田家中で大きな発言力を得るに至った。その後織田家の重臣たちは清洲城で会議を開き、秀吉の推す三法師が織田家の世継ぎと決まる。秀吉と筆頭家老柴田勝家との亀裂は決定的となった。秀吉は勝家とお市を結ばせるなど懐柔策を取った。だが本能寺の変から1年を待たずして両者は賤ヶ岳で激突することとなる。決戦を前に秀吉には一つ気にかかることがあった。それは勝家についた旧友前田利家の存在であった。天下統一の将賤ヶ岳の戦い。北条、諸大名がこの戦の勝敗を注視している。勝家に勝てば皆秀吉様になびく。三成、正則、俺たちの力で今こそ秀吉様の天下。しゃあ燃えてきたぜ。ところで三成、前から聞きたかったんだけどさ、お前のそばにいつもいるあの白い幽霊みたいな男、義継だっけ、あいつ何者。気がつくとそばにいる。だが悪い男ではない。バカでも騒がしくも変な髪型でもない。そっか、なら超いいやつって。てめえさりげなく俺をバカにしてんじゃねえぞこら。俺はいつか義継と語り合ってみたい。秀吉様も認めるほどの軍略、拝聴したいものだ。でもさ、義継が白、官兵衛軍師殿が黒、二人に並ぶと白黒幽霊って感じで、マジ怖くね？トシゲ、元気か。秀吉、ねね、てめえら何しに来た。敵方の砦に何堂々と。トシゲ、ちょっと腹減ったわ。湯漬けをくれんかろう。あ、じゃあ私が作ってあげる。お台所借りるよ、トシゲ。
秀吉、こりゃどういうこった？説明しろい。どうもこうもね、利家。わしはお前を討ちたくねえんさ。お前が苦しい立場なんはようわかる。柴田殿への義理を果たすなとは言わん。適当に戦ったら引いてくれんか。頼む、わしが作るようにお前は欠かせんのじゃ。やめろ秀吉。俺はおじきを裏切らねえ。今日は見逃してやる。とっとと帰れ。はい、できたよ。私の特製ゆずけ、利家も担当食べ。おほ、うまいろ。なあ利家、思い出さんか、わしら家族隣同士で仲良やっとった時のこと。またあの頃のように一緒にやれたらの。さて、そろそろ帰るか。ねね、みんな心配しとるわ。え、もう帰っちゃうの？お前様。じゃあね、利家、お抹茶にもよろしく。うめえじゃねえか、チキショウ。静ヶ竹砦はすでに落ちた模様。落ちちまったもんはしゃあねえ。味方が踏ん張っとる砦から助けに行くで。静ヶ竹は崖の上で崖を味方とするのが適切。なものか、勝負にならん。よし、とりあえず柴田軍の勢いを止めたね。よし、うまく敵中に潜り込んだぞ。敵陣を先つつ、岩崎山取りで次にあるじゃろ。突撃だ。あの敵、どっから湧いたんだ。とにかく奴らを自由にさせたらいかん。我こそ足場軍筆頭の猛者なり。柴田の雑魚などまとめて払ってやろう。天下のてっぺんは譲らねえ。俺のがたくさんぶっ倒す。ガズめ。正信、脇田、二人とも下がって。この戦の一番手柄は俺がもらう。そろそろこれはいいか。攻撃を開始せよ。静ヶ竹砦を今こそ落とす。そうだ、静ヶ竹砦を開けると見せかけ、何変更しておる。あの砦、遠兵呼び込みにはうってつけじゃったのに。ダメるな、ダメるな。敵将、討ち取ったり。耐えきれん、引かせてもらう。この先を守るは戦国最強前田慶次だ。ぶつかるんは奇策じゃな。ならば、利家殿がいる重山砦に回り込みます。利家か。なんとか説得できるか。
よっしゃ、これでゴージャーだ。ここを拠点にして攻め込むだ。敗北条件変更。ゲージは化け物だ。無理して使うでええで。こたびの援軍目端を引くことだ。もちろん無償の援軍ではあるまい。見返りは何が望みか。ならば秀吉殿に伝えてくれ。見返り無用。うちのよしみを通じた同志助け合うのは当然。しかし秀吉殿が不義に落ちれば
上杉の義の刃が即座に中するとな。敵将討ち取ったり。生き延びてくだされ、それが長政の望みでもあったはず。どうか。本当におせっかいですね、勝家は。私が長政様の望みを叶えるためにあなたのそばにいると、そう思っていたのですか。勝家は死んだ。これで秀吉様の世は決まったも同然。俺は前にもこんな風景を見ている。浅井長政か。ああ、ただ一人で時代の流れに立ち向かった男だ。力及ばず守ることはできなかったが。お前の力など関係ない。長政は滅ぶ運命にあった。当時の浅井と織田との戦力差を考えれば理は明らかだ。そうか。星家、
お前の気持ちはわかる。じゃがいつまでも落ち込んどったらいかん。年家元気出そうよね。おお、今日も暑いね。こりゃ打ち水が必要だ。刑事、てめえいきなり何しやがる。お、じめっとした部屋が涼しくなったね。おじごの頭も少しは冷えたかい。おじご、なんで秀吉はあんたの前にいるのさ。なんで勝家はあんたを残して死んだのさ。あんたをみんな頼りにしてんのさ。その心意気に応えるのが前田利家って男だろ。てめえ好き放題やがって。おお、怒る気概が残ってて安心したぜ。が前田の当主を怒らせちゃ俺の居場所はねえってな。待て刑事、どこに行くつもりじゃ。俺はいつも通り好き放題させてもらうぜ。前田刑事、これにて出奔つかまつる。